霧島昇る6月27日から1984年4月24日は、戦前から戦後にかけて活躍した流行歌手。本名、坂本英語。福島県双葉郡大、久村出身。1970年、四十法省受賞。1914年に、福島県双葉郡大久村の農家の三男として生まれる。小学校を卒業後上教師。 中学に通いながら、ボクサーを目指すが断念、テノールの藤原義恵のレコードを聴き、日本の歌曲を流行歌として歌いたいと思い、苦学しながら東洋音楽学校を卒業。浅草のレビュー小屋でアルバイトをする傍ら吹き込んだエジソンレコード、僕の思い出が、コロンビア文芸部長、松、村重武士の目に留まり、1936年にコロンビアに入社。 同社の看板スターであった松平明を目標として歌唱技術を磨き、松平にはないテノールの甘い声質と方学的技巧を表現を生かした。妻、松原美佐夫と共に、翌1937年に赤木しぐれでデビュー。1938年に小畜映画、愛前カツラの主題歌、旅の夜風を当時大スターだったミスコロンビアと共に吹き込み、大ヒット。 1939年にミスコロンビアと結婚。前年に吹き込んだ旅の夜風が縁結びとなった。その後も一杯のコーヒーから誰か故郷を思わざるなどのヒットを飛ばし、コロンビアのドル箱と呼ばれた。1943年、招集令状を受け、大日本帝国海軍横須賀海兵団に入隊。すでに極度の禁眼のため長兵検査で不合格となっていたが、 霧島のファンである海兵団の伊藤武雄大佐が軍委長に命じ身体検査をパスさせた。海軍では情報収集及び宣伝を主任務とした副長付班に所属した。戦後は並木道子と吹き込んだリンゴの歌を皮切りに365や胸の紳士などのヒットを放った。生涯に吹き込んだ数は3000曲を超えた。NHK 紅白歌合戦にも5回。 出場しているが、霧島は無口で真面目な人柄で、極度の上がり症だったという。おしどり夫婦として知られ、松原との間に4人の子供を設けた。息子の坂本のりおは、東京音楽大学主任教授で思い出のメロディーに出演し、父の代表曲を歌ったことがある。のりおの他に、娘が3人おり、三女の大滝照子は、母の芸名を継ぎ、2代目、松原三として、 両親の楽曲を歌い継いでいる。霧島は1984年4月24日、人不全のため69歳で永民し、東京都港区の長谷寺に葬られた。妻の松原も霧島の死から2ヶ月後の同年6月19日に73歳で、逝去した。霧島の出身である福島県いわき市には、誰か故郷を思わざるのか否が混流されている。 法規制される前後に夫婦でヒロポンを常用しており深刻な中毒だったことがある。当時舞台で司会をしていたコロンビアトップが国会においてその様子を証言したこともあった。晩年は夫婦ともに心身に不調が見られたが薬物の影響が指摘されている。デビュー当時の霧島のボル。ありがとうございます。